もし誰かに嫌な目に遭わされたら。もし君がライバルから嫌な目に遭わされて鬱になったり落ち込んだりするのなら、それを見たライバルは、わーい、ざまあみろと笑って喜ぶだろう。故に真の損得を知る人は、どんな嫌な目に遭わされようとも嘆かず平常心を保つ。前と変わらず穏やかなままの君の優しい表情を見たライバルは、チェ、がっかりだと落胆する。皮肉なことに、ライバルを悩ませるための最高の嫌がらせは、君が怒らず朗らかにしている、たったそれだけのこと。もし誰かの怒りを買ってしまったら、怒っている嫌な人に対して、チェ、そんなに怒らなくてもいいのにとムカムカ怒りを感じているのなら、君はその怒りによってまさに悪をなしたことになる。怒っている人に対して怒りを感じずに済ませられることこそ、難敵と戦って何とか勝利することになる。他人の怒りを前にしたとき、君がいち早く気づくべきは、君自身の心まで怒りに染まりそうになっていること。それに気づいて落ち着くように。そうすれば君にとっても相手にとっても心の治療を施すことになる。君が相手の怒りをそっと穏やかに受け止めるとき、互いの怒りはやがて静まり、癒されていくだろう。もし誰かに悪口を言われたら、もし君が誰かに悪口を投げられて傷つきそうになったなら、思い起こしてみるといい。この悪口っていうやつは、今に始まったことではなく、原始時代からずーっと続くものだということを。静かに黙っている人は、むっつりしていると悪口を言われ、たくさん話をする人は、おしゃべりな人ですことと非難され、礼節をわきまえてしゃべる人すらも、何か企んでいるんじゃないかしらなどと悪評を流される。悪口を言われない人はいない。この世のどんな人でも、必ずどこかで誰かの怒りを買っている。誰かに悪口を言われているのが当たり前。今も昔もこの先も、未来永劫、これは当たり前の事実なのだから、悪口なんて涼しく聞き流すのが良い。怒りの発火。あの人は私の悪口を言いやがった。あの人は私の心を傷つけた。あの人は私に黙って抜け駆けした。あの人は私から利益を奪った。こんな風に心の中で怒りを発火させ、いつまでもリピートし続けるなら、その恨みはいつまでも静まることなく、思い出すたび燃え上がり、君には心休まる時がない。怒りのリピートから抜け出す。
あの人は私を批判した。あの人は私の心を踏みにじった。あの人は私をコテンパンに任した。あの人は私のアイディアを盗んだ。こんな風に怒りを発火させるのをやめ、感情のリピートから抜け出すなら、その恨みは静かになぎ、君の心はようやく休まる。怒りという手料理は食べずに帰る。君が友人知人をディナーに招待して、手によりをかけた料理でもてなそうとしたと想像してみよう。けれどもあいにく彼らには用事があり、すぐにそそくさと帰ってしまった。すると君のお家のテーブルには手つかずのままの皿に盛られた料理がどっさり残り、誰もいなくなった後で、君はたった一人で寂しくそれらを食べる羽目になるだろう。ちょうどそのように誰かが君に怒りをぶつけて攻撃してきたとするなら、それは相手が君を怒りという毒を持った料理のディナーに招待しているようなもの。もしも君が冷静さを保ち怒らずに済むなら、怒りという名の手料理を受け取らずに帰れるだろう。すると怒っている人の心には君に受け取ってもらえなかった毒料理が手つかずのままどっさり残る。その人はたった一人で怒りの毒料理を食べて自滅してくれるだろう。攻撃には肩透かし思って返す。他人から攻撃された時、君もまた攻撃を持って返すなら、君の中の恨みも相手の中の恨みも静まることなく増幅し合い、無限に連鎖していくことになる。攻撃を受けても、まあいっか、恨まないよという肩透かしを投げ返すなら、互いの恨みは静まり返る。これは永遠の普遍的真理。君も相手もやがては死んで、ここから消え去る。誰かと敵対して争いが生じそうになったら、しかと意識してみるといい。君も相手もやがては死んで、ここから消え去るということ。君以外の人々は、自分もやがて死ぬという真理をうっかり忘却しているけれども、君がこの真理をはっきり意識していれば、怒りも争いも静まることだろう。どのみち君もやがてここからいなくなる。どのみち私もやがてここからいなくなる。じゃあまあいっかと怒りを捨てて平静さを取り戻すように。
悪口がいけない理由。人はその口によく切れる斧を持って生まれ、その斧により他人を傷つけるつもりで、実は知らぬうちに自分自身の心をぐさっと傷つけている。他人を非難する悪口の斧を君がブンと振り下ろすたび、真っ先に君の心がこわばって、君の脳内に不快な神経刺激が生まれ、君の内臓に毒素が発生し、君の呼吸には毒ガスが混ざるのだから。人を苦しめるのがいけない理由。他人に苦しみを与えることでストレス解消の快感を得ようとすることが君にもあるだろう。例えば、次はいつ会えるかなと聞かれて、わざとさあわかんないと答え、相手が不安になり苦しむ表情を見て優越感という快感を錯覚する。あるいは仕事相手からの依頼メールを長い間にわたって無視し続けて相手を困らせ、いい君であることよという快感を錯覚する。このように他人を困らせ苦しめることで快感を得ようとする習慣が身についてしまうと、怒りのカルマが心に蓄えられて、ネガティブ思考の牢獄に閉じ込められてしまうことだろう。君の怒りが傷つけているもの。相手が誰であっても、うっかり怒りに我を忘れ、攻撃的なことを言わない練習。そんな言葉を投げつけるなら、報復の爆弾が君に投げ返されるだろう。あなたの優柔不断なところが嫌なの、などと、相手の一番痛いところをチクッと刺すなら、言われた相手に怒りが伝染し、相手もまた君が一番言われたくない言葉を返してくる。あなたこそ自分で決められないくせに、と。こういった興奮から生じる言葉は、言われるのはもちろん、言う時にも自分自身の心を傷つけ、体を疲れさせる。君以外の誰も君を傷つけない。君を嫌っている敵が君に対してするひどい仕打ち、そんなものは大したことじゃない。君を憎む人が君に対してする必要な嫌がらせ、そんなものは大したことじゃない。怒りに歪んだ君の心は、それよりもはるかにひどいダメージを君自身に与えるのだから。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。